こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。とうとう、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界にバレてしまいました。とはいえバレていましたね。今回は、XF-1 プロトタイプの話をしていきますね。長年の悲願だった純国産ジェットエンジン XF9-1 IHI 社製が完成しました。カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しています。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明ですが、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件の、ステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになるでしょう。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを1機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に1機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。と言っても、どこまで計画が進むかは、まだまだわかりません。ここに来て、今更、F-22 戦闘機に、ハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この F-3 戦闘機計画には、エンジン部分が非常に重要ポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますね。では、そのエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキング、とも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から、防衛装備庁に納入されたのです。これは話題となりました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない、高い性能を持った画期的なエンジンと言えましょう。今回、防衛装備庁に納入された XF9-1 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、
15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF-9 の1エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われます。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧してもっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。 XF-9 の1エンジンの場合はアフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF-9 の1エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような1000級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在収益中の航空自衛隊 F-2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F-16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実に鑑みれば諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで悲願達成という言葉もあながちオーバーではないでしょう。くしくも F-2 戦闘機の後継機である F-3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、XF-9 の1エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないでしょう。XF-9 の1エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である。小型、軽量という要素をクリアしていますし、それに加えて15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M ですが、
XF9 の1エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに、出来上がったと言えるでしょう。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF9 の1エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのは、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾装の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が、着々と進行中であることが世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに推力変更ノズルというのはジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって進む方向を調節する装置のことです。 XF9 の1エンジンの場合はノズル式の同装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われています。開発は進む XF9 の1エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままではせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF9 の1エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国がありのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、五輪夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう。中国ならわかりますが、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場です。なのに日本の F3 戦闘機開発についてはまるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで嬉しいような呆れるような入り混じった思いになるのですが、ここまで一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には悲しさを通り越して
呆れるばかりです。韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では原子力潜水艦を建造してもいいのではないのか？そんな意見が一昔前に浮上していた。だが、この原子力を使うことをためらう野党の猛攻で実現はされていない。しかし、時を超えて、今、原子力よりも強力かつ、高性能の潜水艦が誕生している。通常動力型潜水艦では世界でもトップだろう。だが、このリチウムイオン電池搭載潜水艦が登場したのも、2018年を追う流潜水艦の進水式で明らかとなった。その時、当然、世界は度肝を抜かれることとなった。一番動揺を隠せなかったのは、総合衆だろう。また、中国や韓国も、同様に驚いたはずだ。ハイブリッド方式の潜水艦が誕生した瞬間だ。この時、豪州がなぜ後悔したのか？そう、流型潜水艦の入札国に、日本の潜水艦が最後まで候補に上がっていた。だが、最後の最後違った方向へと向かった、豪州だった。では、その時、何が起きていたのか話していこう。この選考過程において、一時期は、日本の優位が伝えられていたこともあり、そう、流型潜水艦をベースとした日本としても初となる潜水艦の海外輸出の可能性には賛否両論の声が囁かれていた。しかし2016年の決定以降もフランス湾のベースであるシェフラン級原子力潜水艦そのものの建造が予定よりも遅れ、かつ、日本が、その間に、欧竜を配備したことから、逆転受注の、可能性も噂に上った。個人的には、今更、フランス案を補語にして、日本への発注のやり直しを、オーストラリア政府が決断する可能性は、甚だ低いと感じるが、何事にも、絶対ということはないため、ゼロとまでは断言できない。それでも、このタイミングで、もし、仮に日本案に戻りたいというのであれば、2016年時点で、一旦選考から外した日本案に対して、
その当時以上に選択すべき強固な理由がなければならないだろう。一説には、2016年の日本提案は、当時のディーゼル機関と鉛蓄電池とモーター、スターリング機関を搭載する艦だったが、最新型でリチウムイオン蓄電池となったことに、その可能性を見る向きもあるようだ。しかし、日本が最新式のリチウムイオン電池搭載型をオーストラリアへの輸出で提供することは、現時点では考えづらく、日本の潜水艦の優位性を信じたい層からの希望的観測とも言えるものだろう。そもそも、オーストラリア海軍では、現行のコリンズ級潜水艦でも、その大半をアメリカの兵器システムの上で運用しており、その意味から同様である日本の潜水艦をアメリカも推していたと言われる。それでもフランス湾に決定したということは、日本の潜水艦では実現し得ない要素、潜水艦の機能そものもだけでなく、政治的な側面からの判断も大きく影響していると見る方が妥当だろう。このアタック級潜水艦計画が浮上してきた際に、政権の座にあった。オーストラリアのアボット首相は、潜水艦自体の兵器としての性能面に重点を置いていたとも伝えられているが、2015年9月に退陣に追い込まれた。代わって、政権の座についたターンブル首相は、そうした兵器としての潜水艦の機能面よりも経済的に悪化しているオーストラリア国内の雇用面への同計画の起用大きくせざるを得ない状況とみられる。つまり現地オーストラリアにおける完全な潜水艦建造の完結に前向きなフランスやドイツの提案の方向へ、日本の安否下げよりも、より大きな比重を置く選択となったものと、見られているのだ。この点、オーストラリア国内での完全な建造に対して、これまで武器輸出の実績もなく、さらにそれゆえに 100% の技術移転にも日本側が慎重な態度であったことは、想像に難くない。この当たり武器輸出国として、様々な経験を積み重ねてきているフランスやドイツは採用国が要望する技術移転についても落としどころを踏まえたある意味狡猾な立ち回りにも長けていると思われる。加えてドイツも含め日本の潜水艦提案よりもフランス提案をオーストラリアが選択したポイントは多用途に運用可能な潜水艦であるという点が大きかったのではないかと想像できる。これは日本やドイツの案は通常動力型の攻撃型潜水艦というパッケージだが、フランス案であれば上陸用の特殊部隊員を輸送可能であり、さらに対地攻撃用の兵装をも装備可能という多用途性を持つからだ。こうした一隻の潜水艦に多用途性を訴求する思考は多数の潜水艦を海軍の規模的にも維持することが厳しい国において見られる特徴とも言え、
例えばインドなどでも見られている傾向だ。個人的には、兵器としての一隻の潜水艦に、あれも、これもと詰め込むのは、結果としては、どれも全てが中途半端であり、運用目的の明確化につながらないのではと危惧するのだがどうだろうか。ここまで考えると、オーストラリアが志向する多用途潜水艦としては、韓国が建造を進めているとサムアンチャン補給潜水艦が規模や、兵装としては、最も近い存在なのではないかと、すら思えてしまう。とサムアンチャン補給潜水艦は、これまで、ドイツの潜水艦を自国内で、建造してきた韓国が、その技術移転とノウハウを使用して建造している。艦であり、攻撃型にもかかわらず、VLS を搭載する重武装で知られる。ただし、軍事的には、このトサヌアンチャン補給潜水艦の有用性には多くの疑問の声が聞かれてており、オールインワン的な潜水艦が果たして実用に応えるものかどうか、今後の収益状況が注目されるだろう。韓国は今まさにインドネシアとの航空機や潜水艦の輸出をほっこにされそうな状態でもあり、オーストラリアが望めばトサヌアンチャン補給潜水艦をベースにした安価な潜水艦を提案しかねないとも思える。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本では双竜型潜水艦計画、12潜水艦の建造が終了。最後11番艦オウリュウと12番艦東竜は、リチウムイオン電池搭載の潜水艦となる。その通り、静粛性は世界でトップだろう。通常動力型潜水艦しか所有できない日本にとっては、リチウムイオン電池の進化によって原子力潜水艦よりも優れた性能を手に入れることとなった。これは、時代がもたらした画期的な技術の恩恵を受ける。しかも、日本の技術力もまた諸外国とは違っている。豪州が仏よりも日本の計画をと後悔しているだろう。中国もまた尖閣周辺を潜水艦で接近しているとの話もある。海底では、どんな行動をしているか地上からはわからない。海底と空、海上からいつも潜水艦の動きを見つけている。では、中国の原子力潜水艦が奇妙な動きを見せた映像があるのです。この奇妙な動きをした原子力潜水艦の話をしていきましょう。少し前の話です。
2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に、接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本の領海に侵入していた。中国海軍の 093B 型原子力潜水艦。この艦については、写真もほとんど公開されていませんでしたが、中国国営テレビの映像の中に 093B 潜水艦が映っていたと報じられました。中国国営 CCTV 中国中央電視台は海軍の報告として、黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練の映像を放映しました。その映像の中に、他の艦艇とともに、この 093B 型原子力潜水艦が、含まれていたとらしいのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載します。093B 型原子力潜水艦と言われています。そして、こちらが2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦です。上記の 093B 型原子力潜水艦とそっくりでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴は、セール、海後方の付け根に備えられているミサイルを収める台形状の膨らみです。また、十字となっている方向舵の上に構造物も見えます。今回放送された映像と比較してみると、1月に侵入した潜水艦と、同一艦と思われます。といっても、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数が就役したそうですから、果たして、これが接続水域に侵入してきた。潜水艦なのか否かは依然として、はっきりしません。では、最大の疑問といえる中国原子力潜水艦はどうして浮上したのか、について推理していきましょう。状況の推移を説明します。防衛省の発表ですが、2018年、1月10日、海上自衛隊護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつある潜水艦を確認したそうです。前述の通り、接続水域というのは公海ではありますが、領海に接しているため、一定の権限を行使できる水域です。ですから、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡しました。2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、釣魚島北西の東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた同潜水艦を、海上自衛隊が確認したそうです。尖閣諸島は今更説明しなくても、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初です。その付近を中国艦船がうろうろしているというのは、よくあることなのでしょう。気分的には、自分の家に土足で踏み込まれたようで、不愉快ではありますが、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は1月15日、この中国の潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという、分析結果を発表しました。小球
は新型の攻撃型原潜で、長さは 110m。水中排水量は6100トン、最大速力30ノットと言います。加えて、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる。原子力潜水艦ということです。かなり高性能な原潜ではないでしょうか。さて本題に戻りますと、日本の接続水域に侵入した中国の最新攻撃型原子力潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのか、ということです。潜水艦には、ステルス性、隠密性が非常に重要視されるというのは、軍事的には当然すぎることです。なのに、あえて浮上して、自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では、様々な推測が飛び交いました。海外の中国語メディアの分析では、原潜、小級が浮上し、国旗を掲げた理由は、一日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二日本の海上自衛隊による対潜水艦作戦のせいで追跡を振り切ることが不可能だったため、やめむなく浮上し、身元を明かしたという二つの理由とされています。実は、沖縄をはじめとする日本の琉球諸島は、中国が第一列島線として重要視している場所です。この第一列島線というのは、冷戦終結後の中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続くラインです。言うまでもなく、ここは中国とアメリカ、両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域です。だからこそ、あえて、隠密行動という潜水艦としての第一義を捨てて、存在を公にしたのだということかもしれません。しかし、この事態に、中国国内の一部のネットユーザーから多くの意見が湧き上がりました。以下にその意見を紹介しましょう。2日間も日本の潜水艦に追跡されたということは、こちらのオトモンは完全に把握されただろう。例えれば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、小級は本当に最新の原潜なのだろうか。オトモンとは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なります。いわば、潜水艦の指紋というものですから、オトモンのデータがあれば、どの潜水艦なのかが分かってしまうのです。他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり国旗を掲げることは、必要ないはず。あそこは公海だったのに、そこで浮上したり、国旗を上げたというのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことにならないのか？我が国の潜水艦はまた浮上させられてしまった。
情けないし、誠にみっともない。潜水艦のすべてのデータ。つまり、行動の全プロセスが日本にバレてしまったということが最大の問題ではないか。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上。まるで白旗を上げて降伏したようなものじゃないか。世界一と言われている日本の対潜水艦能力。この作戦で我が国の潜水艦が浮上して国旗を掲げたということは、日本に対してこちらには攻撃力がないことを認めたことになるのではないか。つまり、日本の艦船による強制送還を受け入れたというわけだなどなど、中国が最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が日本の海事に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じたようです。軍事大国であり、じわじわと日本に圧力をかけていたはずなのに、足をすくわれてしまったことで、自国に対して怒りを感じた人さえいたようですね。